ゴールデンウィーク、今日と明日を休んじゃうと9連休になります。お休みを満喫しているあかねです。 APU の学生さんには関係のないお休みです。水曜も木曜も金曜も普通に講義があります。頑張ってください。ルナです。今回は同時配信している乗馬クラブクレイン湯布院体験乗馬にちなんでホースライディングのトリビアです。馬に乗ってきました。体験乗馬は保険料込みで2500円、パンツルックならヘルメットから靴まで貸してくれてマンツーマンで30分乗ることができました。でも20歳になってないとダメなんだよね。保護者が一緒なら大丈夫なんだけど、一人で行くときは成人でないと保険が効かないの。2500円は今年の6月11日までの特別料金で、その中でも5月3日から7日までのゴールデンウィークは適用されませんから気をつけてくださいね。今はキャンペーン中で普通は5060円かかります。体験したその後も乗りたい人は入会金を払って会員になってもらって、毎月の会費と実際乗る時の騎乗料が必要です。会員には種類があるのね。正会員、平日会員、小学4年生から高校生までのジュニア会員、毎週のようには通えないけどっていう人のための限定会員があります。クレインの会員になると引っ越しても全国34カ所のクレインで引き続きレッスンが受けられるのよね。そうです。詳しくはクリップの解説のところにサイトのアドレスがあるのでしっかり読んでくださいね。初めて乗ったんだよね。そう、バニラっていう白い馬だったんだけど、とても優しくしていただきました。何度かうまく乗っているのでクリップを見てください。乗ったのは30分だけど、準備とか馬との触れ合いなんかもあったのよね。乗る前に注意とかあって、全部で1時間半くらい。1日1名限定だけど、乗馬レッスン、用具のレンタル、テキスト代、お昼ご飯まで入ってて、4時間半で1万2000円というレッスンもあります。馬に乗るのってやっぱ結構お金かかるよね。旅客開発センターのレジャー白書だと1回あたりの費用が16万4000円ってなってるんだけど、それって1年に何回くらい乗るの？平均 3.4 回。ほとんど乗ってないじゃない。これは私みたいに体験しただけの人も入れちゃうからみたい。そうだよね。年に4回も乗らないんじゃ趣味とも言えないし。クレイン湯布院の平日会員だと入会金が7万5千円、5年間続ければ年間1万5千円、会費が年18万円、1回のレッスン料が1500円だから週1回のペースで通って年50回として19万5千円を50で割って3900円。それにレッスン料が1500円だから1回あたり5400円。レッスンを1日2回にしても7000円にならないからゴルフ並みって感じかな。でも道具もいるでしょ。ヘルメットとキュロット、乗馬ズボンね、それと手袋、ブーツ、ムチまで買っても安くあげようと思えば全部で3万円ちょっとかな。ベストみたいなのは？あれはボディープロテクター。私がつけてたのは落馬する前にエアバッグが開いてショックを和らげるタイプで、これだと3万6000円ぐらいするんだけど、普通のだと1万5000円くらいからあるわ。本格的に始めようとすると最初に12万円くらいかかっちゃうってことね。でも入会金は一度払うだけだから、長く続ければ相対的に安くなってくるし、湯布院の場合は遠乗りのコースもあるんで十分楽しめると思うよ。結構な運動量なのよね。1回のレッスンがだいたい45分なんだけど、この時の消費カロリーがおおよそ200キロカロリー。全身の有酸素運動だからダイエットに最適です。結構疲れちゃうんだよね。でも乗ってる間は緊張してるし眺めもいいし、それほど激しい運動をしてるって感じじゃないの。でも後から来るんじゃない？翌日に筋肉痛になるけど、腹筋も背筋もそれだけ鍛えられるわけだから。どれくらいレッスンを受けると乗りこなせるようになるの？一通りできるようになるまで30レッスン、そこから70レッスンまでが初心者、120までで初級、それ以上で中級って感じみたい。中級になると競技にも出られるの？オリンピックにあるような競技ね。でも遠乗りを楽しみたいなら40レッスンくらいで大丈夫みたい。それで湯布だけに馬で行けるわけね。とても気持ちがいいみたいよ。ライセンスもあるんだよね。馬の動きになれる乗馬5級。慣れるって？まず一人で乗れて、手綱を持ってある程度指令が出せて、馬上で体操できるくらい。4級になると馬を自分で動かすことができる。方向転換もできるようになるのね。3級になると小さな円を描けるようになって、スピードの調節も自由にできるようになるってこと。ここまでが普通に乗る感じ。それ以上は競技用のライセンスってことなのね。遠乗りするならエンデュランス3級っていうのがあって、これを持っていれば大抵のところは遠乗りできるみたい。どれくらいで取れるのかな？
5級だと3日間で取得できるコースもあって合格率は 99%。 顔写真付きの乗馬ライセンス認定カードがもらえます。どこが発行してるの？全国乗馬クラブ振興協会が認定しているライセンスです。持ってるとなんかかっこいい感じ。乗馬クラブにはインストラクターや馬のお世話をする厩務員養成コースもあります。どれくらい通うの？インストラクターで1年、厩務員だと6ヶ月、クレイン輸送員だと宿泊しながら受講できます。費用は？厩務員で60万、インストラクターだと170万くらい。馬が好きな人には魅力的ね。ということで今回はここまで。それでは皆さんごきげんよう。